今日も元気、34歳山口県出身です。田舎ですね。周りがほとんど田んぼで、山口は18歳までです。は高校を卒業して広島県の呉市に行って海上自衛隊に入隊し、潜水艦に5年ほど乗っておりました。家訓じゃないですけど、親父の教えが世のため人のためっていうのがあったので、でまあレスリングやってたんで体が強かったので、まあ行くなら自衛隊しかないっていうので自衛隊に行きました。潜水艦の憧れとしては、まずその父ちゃんとおじいちゃんの2人を、男を家系を超えたいっていうのがあって、海上自衛隊に入った時に部隊どこにするかっていうのがあって、護衛艦なのか陸上部隊か航空部隊かってなった時に、潜水艦は 3% の人間しかなれませんって言われたら、もう僕の心がゾクゾクして、じゃあそこ行くしかないでしょうっていうとこからですね、乗ってからはもうひたすらもうたまらない日々でしたね。未だに夢で潜水艦乗っとる夢とか見ますね。東北の震災があった年にちょうど試験だったんですよ。承認試験がありまして、でその試験会場に300人ぐらいいて、で徐々に何かあったらいろんな部隊が呼ばれていくんですけれども、潜水艦も春潮、夏潮、冬潮戻れっていう感じだったんで、なんか大事なことあったんだろうなと。船に戻ったら皆さんが、まあ乗員全員テレビの前に集まって船が流されている状態を見て、まあそうですね、まあ国防日の丸を背負ってたんで行かないんですかっていう話をした時に、まあ潜水艦は任務が違うっていうようなことを言われて、なんか悔しかったんですよね。その時東北の方では基地が試験会場全部流されたという話聞いて、辞めて1ヶ月後にはもう東京出てきましたね。入るまでは舞台とかに出させていただきましたね。友達経由で監督さん紹介してもらって、いやもう実際自衛隊入った時に一生潜水艦に乗るもんだと思ってたんで、もうそれはやめたんで、もう何も考えてなかったですね。やれることをとにかくやっていろいろ学んでいこうっていうのがありましたね、ゼロから。その武官さんが南部さんと知り合いで、ちょっと会ってみるかっていうので、まあ、食事会みたいなのに連れて行っていただいたっていう感じですね。それで南部さんが、君明日何やってるんだ。いや何もやってないです。ちょっとじゃあ明日6時に新宿どこどこの店に来てくれって言われて、普通に飲み会お酒飲まさせていただいて、で明日何やってんだって言われたんで、あ明日も何もやってないですって、で明日もまたこの店で6時にって言われて、そうですね、未だに鮮明に覚えてますけど、まあ南部さんが先に到着されてたんですけど、ちょっとなんか不機嫌なのか何なのかよくわからない表情されて下向いてる状態で、で飲み物が来たんで乾杯しようとしたら、南部さんが机の下から赤いつなぎを出して、まあ、君は台本を読んでるじゃないよって言われて、まあつなぎいただいて、そこから電撃っていう感じですかね。ああこれが東京来てから僕が人生を終えるまでのなりわいになっていくんだなっていうのを思いましたね。いまだに実家に帰ってくるなって言いますね。僕が帰った時はホテルを取って僕に会わないようにしてます。はい。やっぱり自衛隊辞めたのが嫌だったんでしょうね。もうでまだ僕が地に足ついてないんで、男として認めてもらってないっていうのはあると思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。今日も元気。今から半年間一生懸命頑張りますので、応援のほどよろしくお願いいたします。半年後にはみんなでまた1年、2年、3年と続けるように頑張りますので、応援の方よろしくお願いします。